はようございます。副島マックスでございます。暑いです。いよいよ夏になってきました。先週は長崎ですね、九州の方に遠征カブの旅行ってきまして、今日はちょっとカブちゃんとハイゼット空母ちゃんの、洗車を、まあ、メンテナンスをしようかなと思って、ガレージにやってきました。まずはカブちゃんを降ろさないといけません。ラチェットです。このラチェット普通に使えています。特に問題ありません。もうだいぶね、遠征も5、6回行きましたけども、まあ、締めれば普通に緩まずにちゃんとカブちゃんを固定してくれています。このハードポイントもね、うまいこといきましたね。問題なしです。これ後ろ側ね、外します。はい、前側はこうやってハンドルの左側ですね、タイダウンベルトを押し込みまして、で、このラチェットをねかましております。こっちもハードポイントね、あの下通してネジで止めてるだけですけど、しっかり止まってます。うまいことこれ固定できてます。いい感じです。何の問題もなし。はい、取りましょう。よし、ほい、ウィンドスクリーンつけます。僕は先生いつも拭くだけです。これ使います。 XMR1 これ使って、まあ、拭き上げていきます。便利ですよ。どこでもお構いなし使えるんで。遠征すると車体汚れるね、当然だけどね。よしよし、あー、どっかへ来てな。いい天気だな。またホイールかな。めっちゃ綺麗になってきたよ。はい、だいたい綺麗になった。まあまあまあ、結構汚れはついておりました。あと前回貼ってたパンク予防剤入りタイヤですよっていう注意シール、これも剥がしました。もう入ってないんで。あと謎のビニールテープを貼っておりました。洗車とか自分でやるとね、こういうの見えてくるんでいいですよね。隅々までね拭いて、いろんな傷とか、ここにこんなパーツあるなみたいなことを確認できるんでいいですね。